ネオンです。チーパンです。ネオパンです。よろしくお願いします。はい、本日ははい、なんとアルバイト1万円計画第2弾ですね。これ2つで1万円ということになっております。はい、で私たちストレスを抱えているのか何なのか分からないんですけど、ここ最近爆買いしすぎてですね、ここ2日で合計で2人合わせてどれくらい使ってますか？7万ぐらい、うん、使ってますねストレスが溜まっている、2日で、2日で7万とかすんだよ、2人で。だって、俺は、もう1万とか5万、5万人とか YouTuber いる人が、努力数いる人がすること。すること。うちはない。ただただの、爆買いおばさん。ストレス抱えおばさん。そうだよ、本当に。よーく考えようで、本当に。お金は大事だよ。って今日は、本当に、5000円のこの買い物をするだけの予定だったんですけど、ちょっといろいろありまして、またプラスで、2500円とか、2人合わせて4000円とか、それぐらいの、もう一人で1万円じゃんみたいな。あれみたいなね。なんなら、越してる、みたいな。ほぼ1万。ほぼ1万みたいな感じだし、なんか越してるみたいな。なんか捨てきれなかったというか、いろいろありましたよね。少ないよりはまずこうしちゃった方がいいかなみたいな。あるあるある。合計で1万円で、はい、でちょっとはみ出てます、実は。はい、1万2000円ぐらい、かな。2人ともなんか1000円ずつぐらいオーバーしてるみたいな。ガチャガチャがやっちゃった。そう、ガチャガチャ入れたらもうやばい、やばい、本当にガチャガチャやばかったんだから。後で聞いてみて、後で聞いてほしい、本当に。っていうことでね、まあやっていきましょうよ、やっていきましょうよ。じゃあ行ってきます。ゴー。まずバーってやった方がいい。はい、まずちょっとね、私たちができたものが、もういっぱいいっぱいいっぱい、もうすごいすごいすごいね。これぐらいのものを買いましたよと、で、なんかこのスパイファミリーを買うとポストカードが、そうそうそう、それちょっと見ようかと思います。あ、もう見えちゃった見えちゃった。はい、あー嬉しい。これ何や、見てね、ほらノイドさんが多分これ作ってますね。はい、ボンドの衣装でアーニャが着るっていう。かわいい、嬉しい。アーニャが出てくるって本当に嬉しいです。ありがとうございます。ポストカードといえど多分これボンドないんじゃない。だってあそこの側面に飾ってあったりする。あ、そうそうだ、あとユルさんがね、だからそう、スパイファミリー123、4つ買わせてもらいました。もうスパイファミリーはね、強気のお値段でしたよ、本当に。うん、1個1個高かった。これね、ブロマイドランダム2枚になりますね。あー、かわいい、めっちゃかわいい。はい、これハートダミアン。ジナン、ジナン、かわいい。え、かわいい、これ嬉しい。はい、ダミアン。てかもうこのロイドが出てきてくれた時点でも私は結構嬉しい。で、あともう一個ですね、いきます。さあ、誰、アーニャだ。アーニャとユーリだ。ユーリくん、アーニャ食べてんじゃん。かわいい。いちご食べてます、アーニャさん。いちごから食べてます。らしいです。ショートケーキは。いいね、やっぱ子供っぽくていいね。ブロマイドでした。次、コラージュアクリルキーホルダー。私ね、バカだから、スパイファミリーの、ガチガチだと回っちゃうっていうのがあるんですよ、実は。で、キーホルダークソほどいっぱいあるんですけど、またキーホルダー買った。うん、しょうがない。いい。で、の、はい。見て、アーニャとベッキーです。かわいい、これベッキーが言うの結構レアだよ。次、アクリルスタンド。いいね、アクリルスタンドは神だよ。神はね、どこでも飾れるから、本当に至るどこに飾ろう。寝巻きのアーニャか、寝巻きのアーニャ、寝巻きのアーニャが出てきてくれたら嬉しいけど、どうかな。はい、ユーリくんです。かわいいからいいです、ユーリくん。これでスパイファミリーはおしまいです。はい、次、ヒーローアカデミア。話す先に。あ、そうね。うん。俺がさっき言ってた、2000円プラスしましたっていうのなんですけど、はいはい、まあ、この子の推しの、勝つ気パイセンが出てこないと。うん。びっくりしちゃった。もう、やってもやっても出てこない。うん、悲しいよ。本当に。っていう。まず、1ショート。ああ、1ショート。実質2ショート。2ショートです。うん、1雷。ああ、雷くんね。1雷ですね。かわいい、かわいい。1雷。1お茶子。ああ、お茶子さんね。はい。ここからが問題です。
1キリシマ、キリシマさん入ります。2キリシマ、キリシマくん入ります。3キリシマここに来てもなお爆豪が次が来ない と。お刺身のトリコリ1個300円しますので、1、2、3、4、5、6、7、そうですね、7です、3、7。はい、みんなわかるよね。ここに来てやっと、1爆豪。やばいよね、これ。こいつを出すのにどれだけお金がかかってるかな。三切り島に対して1爆豪ってガチャガチャの闇ってここにある。むしろガチャガチャに1万円企画でもよかったんじゃないかってぐらいね、今日はね。本当にそんなに、だってもうこうしたら揃うからね、みんな集合だよって。これ1個の闇、私全部の闇にかけれるんだから、これそうだよね、はあ、そうよね。でこれでね、あゆら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 って、これロングスティッカーガム、これはね安かった、良心的なお値段。ロングステッカー3枚とガム1枚らしいです。せーの、はい、3枚見えた。あ、ジローちゃんかわいい。あ、霧島くん、ちょっと霧島くん今日、あ、ありがとうございます神様。かっこいい、かっこいい、デック出た、かっこいい、嬉しい。最後の最後のデックな感じ、嬉しいね。こう来て、次スナップマイド、結構ね種類ある、これ見て、すんごいあるよ、めっちゃ種類ある。この中から 3枚入ってます。3、おおおお、なんかご飯作ってるんだよね。ご飯作ってる、なんかそういうシーンあったよね。次、あ、なんか霧島率高いね、ほら、エイジ君すごくない。霧島君結構好きよ。あ、電気君かっこいい、生きてる電気君、電気君かっこいい。え、待って、この電気めっちゃ美女くない、美女い。これ3つです。いいじゃん、この3人が一緒ってなんかエモいんだよね、仲いいからさ。わかるわかる。え、待って、この霧島、このやばくない、この電気君、待って待って待って、ピンとなるのやばいよね。ちょっと待って、電気君見て、これこれ、ちょっと見て、これはやばいよね。ピンで止めてる、俺せっこいって、そんなことしたら。いや、やっぱね、前髪のピンで止めるのってやっぱ似合う似合わないって本当に分かれるんですよ。本当に、しかもこれは可愛いやつしかしちゃいけないって言いますよね。そう、ルールルールよ、なんでだろう、これかっけー。霧島くんもいいな、霧島くんの、霧島くんのこの目見てよ、もう純粋無垢なこの目、絶対彼氏にしたい。いや、それな、うん、霧島くんは絶対売れきれないよ、絶対いい彼氏になる。次、コレクション、これもガム3つ入ってます、はい、これなんか 50% オフでした、うん、なんか珍しい、初めて見た、アニメで 50% オフってなかなかなくないと思って。あ、でもなんかオーバーホールって誰え、しかもデク出た、嬉しい。え、なんかデク愛されてるのかな、パンタじゃん。ラスト、ヒロアカラストですね、ビジュアル色紙コレクション。これはね、1、2、全部で12種類あります、うん、私の推し出るかな、あ、なんか見えた気がする、こって、こだよね、こだよね、か、か、かっこって、あ、だよね、ちょ、ママだよね、そんなことある。はい、最後、お茶子さんでした。うん、ありがとうございます。ここで来てくれる、だってこのビジョンめっちゃいいんだもん。いや、私もね、これは思うよ、これは思うよ。え、これちょっとリベンジしたい、今度行こう、またこうしてね、彼女の財布の紐を緩むのに箱買いしろさあ、さあ、これ目玉、これは本当にね、目玉なんですよ。かわいいね、これ見て見て、このね、こういう風に、そう、これはね、何がいいかって言って、縁じゃなくてもこうやってスタンドがあるから使えるっていうのがマジで素晴らしい。そう、こういうのってさ、縁があるからないから、そう、縁子はね、縁がないとね、ダメなんだ。そう、でもね、縁がなくてもいけるんですよ、これ。しかもラインナップが素晴らしい、そう、イタドリ先輩、はい、石黒くん、はい、クリスキー、はい、ナナミン、はい、ゴジオ、サトル、そしてスクナ、もう、ここですよ、珍しい。もう、見た瞬間に私は買う、私はもう、ゴジオ、サトルがいるって聞いたんで買います、ってなりました。これは買うべ、これは買うべ、私も2個買うつこれを買ったからちょっと予算が狂ったってところありますね。値段高かったね。あ、サドル、サドル、ありがとうございます、サドル先輩です、これかっこいい、サドルありがとう。え、しかもちゃんとペッキルのサングラスの、サングラスのところがすごい、そういうと、で、もう一個ですね。あ、いいですね、ユージくんでした、ありがとうございます。以上で私の買ったものは全てに入ります。はい、ざっと出しますね。うん、おお、どれかいきましょう。私はね、ヒロアカと呪術廻戦しか買ってません。あのね、まず
これなんですよ、これ問題、これこれはなんと昨日5個買ってます。で、5個買ってショートが2、エンデバーが1、デクが1、ロディが1、もうそちらにあります。もうそちらにありますよ。もうね、5個も買ってるんですよ。そうこれね、680円ぐらいするの。高いでしょ、もう5個も買ってんだ私。もうムキになっちゃってんだ。カツキが出るまでやります、この女。というわけでこれもう開けてきますね。まずこれね、もう期待なんかしてない。もう、せーの、はい、おーい、マジかよお前。マジかよお前、なんなんだよ、私今日赤い日なのか。ごめんなさい、あの好きな人がいたら本当に申し訳ないけど、エンデバーです。親子揃ってうちに来てくれてありがとう。ほんとね、トトロキ、もうやめろ、燃えるぞ。ごめんなさい、エンデバーだけに。うまいこと言ってるんだって。次ね、はい、このスナップマイド、これはですね、あのさっきねおさんが買ってたのは、うん、デクがいる方だったんです。私はカッチャがいる方を買いました。そう、私の方にはね、カッチャいなかったんですよ。せーの、あー、ダビーね、ダビーさん、ダビーさんね、さんね。あ、いや、マジマジで、親子で並ばしたかわ、うん、あ、かわいい、ゆうちゃん、ゆうちゃんかわいい、いいよね、いないよね。マジでね、カツキ、私ホチホチがホチがちホチ。次ね、はい、クリアカードコレクション、今回1個、カードが2枚、55種類もある。出るわけがね、うえ、なんだか燃えてない。あ、ええ、ここに来て、せーの、はい、あ、え、ちょっと好き好き好き、一緒になってない、待って待って、おい、やっぱ、おい、おい、カツキたまには出てやんねんのか。ガオガオ、えぐい、えぐい、やっぱたまには出てやんねん、次。見てよ、この花火、やばすぎ、やばすぎ。これジャンプ最新話見てる人ならわかると思うよ、ネタバレ注意だけど。そう、ネタバレ注意だからね、これやばいんだから。ありがとうカツキ、ごめん出ないなって言って、お前に2500円かけた価値はあった。このヘッジショットと一緒っていうのが分かってる、分かってるよ、分かってる、やっぱ意図があって入れてる、そう、絶対に。で、次これで、ビジュアル色紙コレクション、これ2個買いました。私これ1回買おうとしたんだけど諦めました。じゃあ開けますよ、せーの、あ、電気くん、あ、かっこいい、おい、電気めっちゃかっこいい、見て、俺どこねえかって、俺どこねえかって、行くわ、行くよ、あー、これね、これ、しがらきとむらくん、こいつ、怖い、怖い、若いってやばくない、やばいよ、だってこうやってやられたら崩壊するよ、崩壊する、怖い、怖い、どういうこと、え、こちらは、また、まあまあね、まあまあまあ、そういうこともある、大人だから、うんうん、そういうこともあるんだよ、全然全然、そのままから、うん、じゃあ続きましてね、はい、これね、これ2個目、マツコット、マツコット、全10種類のヒーローアカデミーのもちもちマツコットです。かわいい、じゃあ開けるよ、うん、笑顔、笑顔、うん、あ、まあ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 、いいだてやくんです、かわいい、かわいい、かわいい、これてやくんに怒られちゃうね、ごめんなさい、こうやって怒ってくるから、てんやくんは、それ。でもね、てんやくんほど委員長に向いてる人はいない。いない。本当に彼が委員長だから、A 組は均衡を保たれている。そうそう。もういつもありがとう。どうぞ、せーの、はい。お、どれ？ジロちゃん。ジロちゃん？え、また、てんやくんかと思った、最初また。え、私、かぶり？と思って。ジロちゃんねー。かわいい、かわいい。ジロちゃん、かわいいよね、ジロちゃん。私、好きだよ、すごい。こうやってみたら、もう、てんやくん。顔が似てるお二人からね、髪の色が一緒なんだよ、そう一緒、前から 1,2,3,4,5 って撮ってたら多分いけるよ、いけっか、多分、じゃあ最後、最後、お茶友シリーズ、これね、先ほど紹介しました、こちらを開けていきたいと思います。もちろん私の狙いは両面スクナでございますが、ね、いつもうちに来てくれる伏黒くんと杉崎のまるちゃんが出ると私は予想しております。分かんないんじゃないですか、それは。怖いな。でもだっけね、めいちゃんなんか運使い果たしてる、ね、そう、ね、もうしょうがないよ、もう何でも受け止める。ナナミン、ナナミン、かわいい、メガネやっぱかわいいね、メガネかわいい、ナナミンでした、かわいいね、かわいいよ、そのまま
よかったじゃん、ななみん。じゃあ、ななみんのこのジューブっていうの、これね、中華包丁みたいな。ごめんなさい。ななみんに謝って。ごめんなさい、本当にごめんなさい。中華包丁やろ。何するか。いらっしゃいませ。何やろうない。ちょっと、これ。早い。本当に謝れ。いきますよ、皆さん。いきますよ。笑ってやってくれよ。出なかったら、あいつ出なかったらって。笑ってやってくれよ。ほら、見て、絶対くれ、マジで。もう、なんなの、マジ。なんなの、マジで。これ、見て。もう、わかるでしょ、このフォルムで。ね。これね。もう、いつもうちに来てくれてありがとう、くん。もう、本当に。もう見慣れたこのツンツンした頭よ、ほんとに。え、なんなってんだね。見慣れたツンツンした頭よ。リダーです。ユージだって、カツキだって。そうや、そうだよ、カツキが来たのは嬉しいよ、ここで。でもこの辺なの、カツキ来るの。そう、おかしいだろ、ほんとに。え、何をどうしたらこうなるの。5000円を使って50% オフのカードが出たの。残り物に悪くがあるんだよ、これ。本当だよ。部屋は前から順番に 1,2,3 って取っていけば多分当たるで。そうか。弱気やん。そうか。と思うけどね。そんな感じでした。以上です。以上です。アニメイトにはこんだけ夢が詰まってるっていうことです。推しと一緒に生活できるってわけ。うん、そう、みんな行ってみて、アニメイト。行ってみて。みんな行ってるだろ、これ見てる人は。行ってるよね。でも金銭感覚がバグっちゃう、アニメイトなんかにダメ。なんかね、でもレジにね、並んでる時に前の女の子が会計してたんですけど、小学校、中学校ぐらいかな、女の子がなんかポチ袋みたいな袋からお金を出してなんか買ってたわけ、でお釣りをそこに入れて、なんてけなげなんだと。買ったら私はね、1万円のお金お願いしますって。どこに捨ててきた、そんな心はと。ポチ袋が大事にね。そう、大事にお金を出すあの感覚を、どこに置いてきたんだと。どこに置いてきたんだと。挟んでしまったよ、心が。そういうことだよ。まあ、でもこれが大人の特権ですから。本当だよ。こういうことがあるんです。そう。それがランダムの醍醐味。そうよ。開けるまでドキドキしちゃうっていう。怖いな。怖いね。じゃあ、いいですか。はい。今日も見てくれてありがとうございます。よかったら高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。また次回の動画で。バイバーイ。うるせえから。うるせえから。ゆきくそ。うるせえから。